行くわよ。せーの、次左コーナー。せーの、ドリアー。はい、お待ちどうさま。ありがとう、めぐみちゃん。いつもお手伝い偉いね。うちのママ人使い荒いから、ゆりまでこき使ってるし。聞こえてるわよ。忙しい時はお互い様ですから。偉いわね、ゆりちゃん。やばいやばい、近く。遅い、めぐみ、何やってるの。ゆりだって同じでしょ。いつまで寝てんの。一次元目建国だよ。クリスマスか、楽しみだな。私友達とクリスマスやるの初めて。1年生ながらリリーとしての実力は高く評価されています。ほーら、これなんだ。前の日から自家製ダレに漬け込んでおいたのよ。美味しいから半端ないよ。私も煮干しの言うこと何でも聞いちゃう。私も元気ね。ワンワン、カリンちゃんもやるようになったわね。さぞ強烈な薬に漬け込んで。そんなこと言わないで。ちょっとサプリ混ぜただけ。解散ライブだよ。早っ。解散もまた青春の1ページなんよ。乃木の青春って何ページあんのよ。本当ですか。普通の女の子に戻るよ。勇者部バンドの解散は音楽性の違いが生んだ悲劇ね。深いわその地。そう、それなんよ。マシー、わかってるわ。待って、悪いんだよ。タイロ池の右コーナー、ツッコミが浅いから。めぐみがしっかり荷重かけないからでしょ。荷重かけたらアンダー出すじゃん。出さないもん。出したじゃん。とにかくあれ止めて。もう間に合いませんよ。いいんじゃない。これはこれで面白そうだから。ちょっとあんた勝手には。友達にそんなことできるわけないだ。嘘だ、僕がそんなバカなことするわけない。やめてよ、こんなの人に聞かれてもしたら。あんたを倒す。決定だ。なんでめぐみが来るのよ。コーチに話があるのは私なのよ。私だってコーチに話があるの。二人だけで話したいんだから邪魔しないで。私だってそうよ。私はコーチに呼ばれたんだからね。呼ばれたのは私もよ。違うもん、あれは私だけに言ったんだもん。なわけないでしょ、私も一緒にいたんだから。コーチの目は私だけに言ってたんだもん。え、なんで。お前コーチ、私に話って何ですか。私に話ですよね。飲むよ。今日引っ越してきたんだよ。つうかその、ね、勝手に話広げんな。誰もガキンちゃなんかエロい気持ちで見ねえって。あれだよ、あれ、セオでしょ、セオ。なんなんだよ、ムカつく。またやってる。